はい、どうもゆたです。今回はこちらのクスコのリアラテラルリンクフロント側ですね。と付属の部品たちがこんな感じのやつです。こういったものです。でどこに取り付けるかっていうと、こちらここのこの分かりますかね、アーム、こちらになります。これを交換します。じゃあ取り外していきます。まずこちらのワイヤークランプナットを取って、17かな、17ですね。よいしょ。はい、取れました。であとはあの奥側のこっち側ですね、取っていきますね。で一応そこのボルトが取れたら裏から、よいしょ、これ今裏から見てるんですけど、ここにブレーキライン、ホースのブレーキホースですねのライン、あれ違うな、これ何のやつだろう、これは何だ、まあよくわかんないんですけど、ラインホース来てるんでこれも外しますね。このアームになんかくっついちゃってるんで、これをちょっと外していきます。こっちが22mm で、こっちは19mm ですね。よいしょ。ここは 12mm になってます。よいしょ。これで取れるはずです。こっちが抜けないな、カメラがあってやりにくいな。ちょっとハンマーで叩いちゃおうかな。出ないな。ちょハンマーで叩いて今抜けたので、よいしょ、取ります。はい、じゃあこれが純正との比較ですね。こっち側かな、こっちがピロ化されてるような感じですかね。でこちらも一応アライメントの抑制とか、あとトーイントアウトの調整とか、あとはまああれですね、タイヤの接地面向上ですね、コーナーの安定っていう感じですね。はい、じゃあ取り付けていきたいと思います。よいしょ。じゃあ取り付けていきましょう。
よいしょ。よいしょ、よいしょ。よいしょ。17かな。17ですね。ロング、ロング、ロング。あ、間違えた、逆だ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。でこあとこのワイヤーピン、よし、はい、オッケー。であとは奥の方をあっち側をつけますね。で奥の方は付属の方のステーとボルトナットを使っていきます。付属の方は両方とも22ミリですね。これよいしょ。はい、だとこちらのホースを止めるステ、こちらホースバンドを止めて、だとここナットを止めていきますね。逆光だな。でここマイナスで締めるだけなんで、はい。はい、じゃあ一応今リアラテラルリンクのフロント側ですね、こちらの青いアーム棒ですね、取り付け終わりましたんで、取り付け動画は以上になります。でリアラテラルリンクのリア側も変えてるんですけど、あとこちらのこのアームトレーリングロッドもう変えてからちょっとアライメントをお店に頼もうと思うので、またそちらもちょっと動画に出すと思いますんで、じゃあ今回は以上になります。はい。